いやでも今日埼玉から来たんですよ。ちょっと2、3時間かけてもう来た回がありました。じゃあちょっと写真撮らせてもらっていいですか。じゃあ一緒に、ちょっと行きたいことあるんですけど、ピューランドにも、東京のピューランドにもルビーちゃんいるんだけど、ルビーちゃん2人いるのかな。ピューランドにもルビーちゃんいますよね。そうだよね。結構ここから距離離れてるじゃないですか。どうやって移動してるんだかなって思って。ピューって、ね、魔法だよね。魔法でね。魔法でワンしてるんだ。ありがとうございます。じゃあまた会いに来ますね。ありがとうございます。ありがとう。見せてほしい。カメラ目線でちょっと切ってるところ見せてほしいんですよ。蹴ってるところ見せてほしいんですよ。蹴ってるところ蹴ってるところを取り替えて、はい、あ、いいじゃない。ありがとうございます。ありがとう。かっこいいね、蹴ってるところ。ありがとうございます。なんかリビちゃん、ビューランドへのルビーちゃんしか見たことないから、外でルビーちゃん見たの初めてだ。いや、外でルビーちゃん見るの初めてだ。あ、そうなんだ。元気いっぱいだよね。ね。広いから伸び伸びできるよね。ルビーちゃん、この、UFO キャッチャーにこれあったんですよ。あ、これあった？ええ。あ、これあったの？どこどこだろう。こいつ。ルビーちゃん。あれないよ、ルビーちゃん。ここはこれしかなかったんですよ。そうなの？ 1 個だっけ？3年前かなんかずっとあったみたいで、マジかー、どうかー。ルビーやったー。ルビーちゃんこれ欲しい。ちょっと大きいんじゃないこれ。モテる。ルビーちゃんモテますか。これ試しに。モテてよ。じゃあ大丈夫。結構ね、下向いてるね、これ。ちょっと重いよね、これ。ねえ、ルビちゃんのもっと、ジュエペットのグッズもちょっと増やしてもらわないと。あ、いっぱいね。ルビも欲しいよね。これしかなくて、これしかなかったの。これ以外にも、ね、私の家にたくさんぬいぐるみがあるんで、いっぱいあるの。ルビーちゃんのぬいぐるみ。ルビーちゃんが好きなの。じゃあこれもあるんで。かわいい、たくさん入りそうね。どうもありがとう。ありがとうございます。